はい、皆さんこんにちは、ゲームイズナグルです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズナグルです。というわけで、はい、まあ、新イベ、よしからちょっと今回もね、やっていこうかなと思います。はい、オリンポス、どっちからいからいきますか。じゃあまた今日は、はい、いい、はい、お願いします。やっす。はい、こちら、お新化、はい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 、ガトンケイルの進化、オールフェイスの神化、はいはいはい、これ若干被るかなと思ってるんですけど、これそうね、うん、はい、ということで、まあ順に言っていきます、はい、アルテミス進化っすね、うん、で正直今回トップ3決めるのも難かった。 あんまりなんか目ぼしいやつがいなくて、まあなんか全体的に確かにね、今回ちょっと休憩なのかなっていうイメージがすごいありました。でアルテミスに関しては神化が、はい、閻魔天の特化型にはなってるんですけど、うん、まあそこまで大きく必要は感じなかったですね、使ってた。まあ、M の方ね、はい、なんで今回進化なんですけど、うん、まあ、理由が、まあ、砲撃型のトライデントですね、うん、これがまあ普通に強いのと、うん、まあ、弱点ロスと相性がいいか悪いかって言ったらもういいに決まってるんで、うん、ギリ3位、うん、まあ、だから正直この1位2位だけですね。アルテミスこれ、はい、アレキサンドライトとかと違ってステータスがついてきてないんですよ、うん。あ、そうなんですよね。で指定がすごい低くて、で結局直殴りクエスト直殴りクエスト言ってて、やっぱ難しいクエストにはやっぱハマんないのかなっていうイメージがすごい強いので、うん、今回はどっちかというと2位1位に割りを置いて話します。次2位、はいはい、ヘカトンケイル、うん、これ激曲、これでも強くないですか。ヘカトンケイル進化は、うん、ワープブロックの貫通タイプの光属性になってるんですけど、うん、まあ、光でアンチワープブロック、前もこのイベントの紹介の時に言ったんですけど、うん、少ないんですよね。少ない。で運枠になるっていうのがかなりいいのと、うん、あと自強化とシールド破壊、うん、まあシールド破壊はそんな大きく使い道がないかもしれないですけど、うん、自強化が普通に18ターンで打てるのが強い、うん、しかもね 1.3 倍なんですよ、うん、で友情っすね、うん、問題は友情強いっしょ、まあ、EL5 じゃないけど、そう、普通に貫通タイプワープブロック持ってこれならいいのかなっていうのがあります、うん、あとゲンブルグとかがそのうちちょっとハマってくるんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、現状ヘカトンケイルの進化は運枠としてすごい優秀なんじゃないかなって思ってます、はいはい、次、まあ、1位ですね。これです、なんといっても一番喋りたかったんですけど、はい、オールフェイスの神化、はい、これが貫通のマイスイ M をベースに持ってて、キラーをゲージで持ってるモンスターなんですけど、うん、もともとコイルが 26,000 でスピードが340に対してキラー 1.5 倍がもらえるので、コイルが 51,944 まで上がるんですよ。直接キラーだもんな。はい、まあ対射点ですね、うん、で肝心の、まあ、普通にキラーなんでいろんなところで使えるっていうのと、うん、あと結局山竹ゼロとかでもまあ使えなくてもいけるだろうね。割と強い性能なんですけど、対射点でのお話をすると、まあ、肝心のアイスマンワンパン乗ってないんですよ、うん、あ、アイスマンそんな硬いんだ、はい、なんでまあ属性キラーっていうよりはあれなのかなと思って、アジンキラーとかで今後出てくるのかなってすごい思ってるんですけど、なんで現状一筆書きが簡単にはならないです、うんうん、なんで今回俺僕追ってないんですけど、うん、他にもうめっちゃいい点があって、分身ですね、うん、まず分身 SS が自分の本体以外の分身たちがブロックを投下するんで、うん、最終ゲージボス2ゲージの雑魚処理がすごい楽になるんですよ、うん、ただ分身の方はもちろんワンパンしてくれないんで、はいはい、2貫通とか必要になるんですけど、他の友情プラス自身が好きなルートってる間に他の分身が結構やってくれるってことが多いんじゃないかなって思ってます、うん、雑魚処理は確かにしやすそう、うん、かなりオールフェイスはしやすいと思います、うん、で、まあ、次みんなずっと言ってますけど加速っすね、うん、で今まで加速持ってるやつがこの貫通タイプで貴族性地雷持ってるコルセアとかその辺じゃ少ないんですよね、うん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 、なんですけどこいつ自分でも火力出せてかつ SS で雑魚処理もできて、うん、そっから貫通 のスピードアップ持ってるんで、うん、でもう一個があれですね、分裂貫通衝撃波、そうそう、これ強いですよね、うん、これは強い、普通に考えて強いんですよ、普通ってかなんか、はい、これ強いですよ多分、うん、オルフェイス神か、まずそもそも分裂衝撃波自体が強いじゃないですか、強い、はい、これがついてること自体が強いか、うん、でペリーで分裂衝撃波でなんだっけ貫通タイプでの艦隊がもうそもそも強かったので、うん、普通にキラーを考えなくてもまだ強いです、うん、オルフェイス神かは、うん、ただ対射ってだけで考えても超強いと思う、うんうん、ただ一筆書きのルートで頑張れるかって言われると、はい、そうでもないかもしれないですけどね、うんうん、複数入れたら対射点結構ぬるげになんじゃないかなってぐらい強いと思うんですけど、はい、そう思う、うん、オールフェイス神化です、はい、はい。じゃあ行こうかな次、はい、今回当たりダントツ当たりじゃないかな、オールフェイス、まあ、自分も今回ね、はい、まあトップ3とかではないですけど、うん、まあかぶったね、オールフェイス神化、うん、ヘカドンケール進化はかぶりました、はいはいはい、でアキレス神化を投資の方か言ってます、はい、じゃあもう被ったやつからいこうかな、はい、で自分もヘカトンケール進化は、うん、もう
このアビセツを持ってるのが相当少なくて、うん、特に星6の降臨枠の貫通で、うん、コラボ以外を除いたら、ね、そうもう5体しかいないですよ、うん、含めてね。だから今後はやっぱりなんか、うん、爆裂とか超絶でなんかハマりそうなね予感するんで、作っておいても損はないのかなというのは非常に思いました、うん、まあ神カノンはねアンチダメージウォールなんで、それこそ代用がね効きそうなんで、うんうん、そうですね、うん、あいつプラズマ持ってるけどって感じですよね、うん、まあ神カは神カで、まあ、貫通だから、貫通で自身がプラズマで、そうそう、なんか自身のなんかプラズマの艦隊とかもできるのかなとか思ったけど、まあ、こっちの方がね、そうそう、やっぱ少ないんで、うん、こっち作るべきなんで、なんかあとシールド破壊できるのもなんかね怪しいしね、なんかSS でシールド破壊がついてるのも単なる自強化だけじゃないっていうのはね、うん、なんかありそうな予感がします。はい、で次でアキレース、あオルフェイス神化、まあ、今ほとんどもう対弱点のオルフェイス神化に関してはシオさん言ってくれたんですけどもう僕は単純になんかあれですね、艦隊性能がやっぱね分裂貫通衝撃波3と加速 S 持ってるのがやっぱかなり強いかなと思ってて、普通なんか逆、うん、まだ逆になるのかなと思ってたんですよ、はいはい、だからメインが加速とかでサブでそう分裂貫通衝撃波でみたいなところがもう威力もね、うん、あの変わらずっていうか、うんうん、メインの方で分裂貫通衝撃波3ついてきて、うん、サブで加速 S は普通にこれ艦隊で組んでももうさっきも言ってたけど、うん、ペリーも火力も出せるし、それおかしいんですよね、うん、でまあ、もちろん、まあ、ペリーとちょっと比べすぎるのもあれだし、うん、ペリーともアビセットが違うから、うん、それこそ威力とそのステータスの威力ももちろん違ってくるんですけどステータスやばいですからね、うん、でもこれでもこいつが結構やっぱ強い、かなり強いんじゃないかなと、うん、地雷ですからね、うん、対応が32回とかでもかなり強いんじゃないかってね今思ってますね、覇者の塔とかどっちも強そう、あのオールフェイスは進化も覇者の、ね、うん、30に強そうなんで結構どっちもまあいい戦はしてると思います、うん、はい、で、はい、最後アキレウス神化っすね、まあ、これはやっぱね、まあ、遅い言われてきてますけど、うん、まあ、等身体制等身キラー L がね、うん、やっぱどうしても楽にしてくれるんじゃないかなと、カルマぶっ壊れてましたね、そうで今日ねちょうどカルマね、はい、使えなかったんですけど、あ、本当ですか、僕は使いましたよ、マジ一回使いました、あの最終ゲージ、うん、あの等身倒してからのパワーアップバフ入りで、うん、弱点3パンプラス SS で倒しました、マジラスゲだから全無視、ザコとか全無視でパワーアップバフさえ持ってれば SS と2パン3パンとかだったかな、壁ドンみたいな感じになってんだ、もうやばかったっすよ結構びっくりした、でもなんかパンダ友情とかも生えてたのかな、うん、いやまあでも強かったんじゃないの、じゃあ、うん、でウェーブとかがねもうその光属性でさらに等身であったらまあ約16万で、うん、貫通衝撃波の方は一発10万いって、うん、これ EL5 なんで、うん、かなりダメージ源にはこれなると思います、うん、でそれこそメントモリとか今うちのページにも書いてあるんですけど、重力の等身だったら属性は違うとね連れていけるんじゃないかなと思うんで、うん、なんか1体はやっぱり持っといてもね、うん、こっちにまあ進化がそれこそそんなまあ今のところはすごい必要かなっていう性能でもないし、ダッシュウィンドダッシュ重力よ、なんかね次の光爆弾とかも AGB な感じもないじゃないから、なんか神風すげえもっと等身シリーズを楽にするっていう手もありなんじゃないかなと思ってね、作るなら神風考えてる、うん、1体だとね、で今後等身シリーズが来ないっていうのはまあ言い切れないしね、うん、まあ、来ないとは来ない感じはするけど、うん、あとはモスラッシュとかで等身が出てくるとかはありそうですけど、ね、うん、現にカルマでも出てきますからね、あ、そうだそうだね、あそこそうだよね、そうそうだ、なんでこれかな、うん、今回はなんか聖域とかで等身来てハマるとかはありそうですけどね、あ、今アシュラとか来てるので、うん、普通にあそこで等身が出てくる可能性はかなり高いですけど、とかひらめきの友情とかで、うん、ボスが急に等身とかで、こいつそしたらもうこいつなんてそうなんて楽になるみたいな話があるかもしれない、あの重力キラーとかカウンターキラーじゃない対応できないみたいな感じですよね、等身は現状かな今回は、まあ、かでもなんか全体的にそうなんかオルフェイスとかやっぱ強キャラではあるんですけど、うん、そのガチャゲンずっと強いの続いてたからかもしれないですけど、なんかそんな超パッとするやつはいないですよね、
使ってみたら、ね、ピンポイントで強いっていうのはそれ当然なんですけど、どうしても欲しいってやつはいないかな、うん、今回ガチャ、ね、ガチャもそうだし、だからちょっと鳥獣で結構引くし、そっちで引けたらいいな、軍に回そうかなって思ってますね、うんうん、現にそのオルフェス強いんですけど、あの巴御前じゃなくて、あれ巴使わないじゃないですか、あんま巴もそうだよね、サマイスイのキラー、うん、まあ友情が違いますけど、うん、そう使わないから、アビリティセット的にはそんなに使うとこ今のとこないのかなっていうイメージのが強いんですよね、うん、まあ、言うてね、うん、貴族性もマイスイーパー枠と飛行枠が結構他で強いやつがいるから、充実、うんうん、自体はもうすでにしてるのかなっていうのはあるけど ね、あと地雷クエストで艦隊組もうってなった時にこいつはいらないですね、マナとモーツァルトがいるんで、完全に地雷だけで見ると、うん、現状無理して引くキャラじゃないのかなってすごい思ったりんですけど、あそんな感じですね。なんでまあ他にこれも、うん、押しますみたいな、うん、こいつのここ押しますみたいなのがあればコメント欄ぜひね、はい、よろしくお願いします。でもコラボ前でずっと脅威別続いてたからっていうのもあるのかもしれないですけどね、うん、なんか全部のね、うん、Cイベントが強いとちょっと困っちゃうという人はちゃんと録一時期ありましたけどね、そうそう一時期そういうのが続いたからね、うんうん、でまあツイッターもねやってます、はい、ゲームズ演出もやってます、サブチャンネルもやってますね、登録よろしくお願いします。で今回もゲームズライブラジオ方からお送りしました、ラジオでした、失礼した、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。50万人イエーイ50万人後ろ